日垣さん、はい、こちらの通りはすごく綺麗な場所ですね。そうですね、ここは古江商事って言いまして、調布の街をずっと巡ってこられたお客様が一番簡単な声を上げられるところですね。左右の土塀がとても綺麗ですけれども、こちらの方は藩のお医者様関家の長屋門で市の文化財に指定されているんですけれども、こちらの方はですね、文化財にも指定されておりませんので、この町内の方々、自治体の方たちがこういうふうに土塀をですね、ちゃんと維持してらっしゃるということで喜ばれるところですね。いや、この通りこそこうやって着物を着て、そうですね、歩くのにぴったりな場所ですね。はい、お似合いですね。ここはですね、調布庭園といいましてね、家老職の西行永さんのお屋敷があったところです。はい、1万坪ばかりあります。1万坪、はい、目前に見えます建物がですね大正11年に建てられました書院でございます。で、真ん中に池がありますけれども、この池を中心にですね、東屋とかそれから茶室とかそういったものがここにあります。はい、じゃあまた紅葉の時期とかはすごく綺麗な場所になるんですか。もうそうです、紅葉はですね、調布の4つの紅葉場所、高山寺、覚園寺、それから先ほどの調布毛利庭、そしてここ調布庭、4箇所がですね、紅葉の綺麗な場所だと言われています。いや、調布は本当にこういう素敵な、はい、本当に落ち着くことができる場所がいっぱいありますね。そうですね、ありがとうございます。